こんにちは。ご覧いただきましてありがとうございます。 E トリップぴょんのチャンネルへようこそ。 E とトリップを合わせた E トリップをテーマに、旅行先での美味しいお食事などを中心にした動画をご紹介しています。自然の美しい素敵なリゾートに泊まりたいけど、ご飯の美味しそうなところがなかなか見つからない、海外旅行で美味しいご飯を食べれないことにお困りではありませんか？今度こそご飯の美味しいホテルに泊まりたいという、そんなあなたへパーフェクトなリゾートを見つけたのでご紹介します。フィジーにあるリクリクラグーンリゾートへ行ってきました。フィジーの本島からフェリーで2時間ほどのところにあります。海の上で小さな船に乗り換え、ついに到着です。ホテルのスタッフの方々が歌と演奏で迎えてくれます。パッションフルーツのウェルカムドリンクをいただきながら、バーでチェックインをし、リゾート内を回って案内を受けます。広いので移動するときはカートで送ってくれます。それでは待ちに待ったお部屋へ、中をご案内します。水上コテージは10棟のみです。全室スイートルームで、非常に広々とした贅沢な作りです。窓を開けると目の前の海がまるで自分だけのもののように感じられました。お部屋の真ん中はガラス張りになっていて、これでもかというほど透明な海をずっと眺めていられます。ベランダも広く開放的な作りです。階段を降りていくと、そこはもう海。水上コテージの醍醐味ですね。お魚もたくさんいました。デイベッドに寝っ転がりながら海を眺めてぼーっとする、たまに眠ってしまったりなんかして、何も考えずにただ時だけが流れ、波の音が聞こえてくる、そんな楽園生活が待っています。設備はすべてしっかりしていて、ラグジュアリーな雰囲気です。そして毎日夕方になると、お部屋におやつが運ばれてきます。これがどれもとても美味しくて、毎日楽しみでした。でも驚くのはまだ早いです。こちらはなんと1泊3食付きで、しかも全てのお料理のクオリティがものすごく高すぎるホテルなのです。3食すべてご紹介します。まずは朝ごはんからどうぞ。リクリクラグーンリゾートは朝食から素晴らしいです。たとえ2週間滞在しても全く飽きることはありません。その理由は何と言っても完成度の高いお料理にあります。アラカルト7品から好きなものを1つ選べます。だいたい毎日このようなメニューでした。カニのオムレツ、細かく刻んで味付けされたパパイヤとパプリカも入っていました。カニの身が贅沢に使われていて美味しかったです。キャッサバのハッシュドポテト、しっとりとしたハッシュドポテトをプリプリのエビとオランデーズソースと一緒にいただきます。グリュイエールチーズ入りのスフレ、スフレの味付けもソテーされた玉ねぎとマッシュルームも全てが最高に美味でした。エッグベネディクト、付け合わせをいろいろなものから選べます。私はベーコンをチョイスしました。バターミルクパンケーキ、フィジー産のバニラとマスカルポーネチーズが入ったしっとりした生地で美味しいです。
卵料理、お好みの卵料理ということで、スクランブルエッグ好きなので注文してみました。バターが効いていてミルキーで最高です。ビュッフェボードにはパン、マフィンで2種類、シリアル系もドライフルーツやナッツまでたくさんあります。フルーツや野菜、チーズとハム、ソフトドリンクなど何でも揃っており充実しています。こちらのことをきちんと察してくれる心地よい接客と天国のような空間、いつまでもブレックファストを楽しんでいられそうですが、絶対にここで食べ過ぎてはいけません。なぜでしょうか。その答えは次に続きます。ランチからはなんとコース形式です。それも毎日一品も同じお料理がない上に、趣向の凝らされた繊細なお皿ばかりです。ランチコースは前菜、メイン、デザートの3品から構成されていて、メインは3種類から1皿、デザートは2種類から1皿、好きなものを選択できます。ある日のメニューはこのような内容でした。いちごとバジルのスムージーとエビのフリッター、メインは新鮮な笛吹き鯛のソテー、チョコレートタルトとベリーのソルベ、ココナッツとパイナップルのスムージー、揚げつみれと海鮮醤、地元産のタコの炭火焼き、キャラメリゼしたアーモンドのフィナンシェ、ブルーベリーと生姜のスムージー、マリネした油揚げの生春巻き、パカパカというお魚のフィレの炭火焼き、パッションフルーツのタルト、西洋料理をベースに地元で採れた新鮮なお魚やお野菜を使い、中華や和食のエッセンスも取り入れているスタイルで、お料理のジャンルはパシフィックリム料理になると思います。細部までこだわって作られているのがよくわかるお料理で、どれも純粋に味が美味しいなと思いました。ディナーコースは先付け、前菜、メイン、付け合わせ、デザートから構成されていて、前菜とメインとデザートはそれぞれ3種類から1品好きなものを選択できます。ある日のメニューはこのような内容でした。キャバキャバというお魚の天ぷら、鴨の燻製と塩漬けにしたプラム、花山椒のオイルでいただきます。お口直しのキウイのシャーベット、パカパカというお魚のたたき、パンの木というジャガイモのような食感の身のフライ、ロッキーロードはヘーゼルナッツのムースからできています。地元産のロブスターとセロリ、取れたてのカニとキュウリ、お口直しのパイナップルシャーベット、蒸したブリとブロッコリーに、付け合わせにキップラーという種類のポテトと貝割れ、チョコレートパンナコッタとホワイトチョコレートムース。朝は爽やかで、お昼は明るく、夜はロマンチックな雰囲気です。3食同じレストランですが、毎日一品も同じお料理がなく、一つ一つが細部まで凝られたお料理なので、飽きることがないどころか、今度はどんなお料理が出るのかと、お食事の時間が楽しみで楽しみでたまりませんでした。お料理のレベルが非常に高く、
食通の方にも自信を持っておすすめできます。南の島の上質なリゾートでお食事も美味しいものをという願いを叶えてくれる、ものすごくレストランに力を入れているリゾート、それがりくりくラグーンリゾートです。お料理と同じぐらい感動したのがスタッフの方々の心のこもったサービスです。すぐに私の名前を覚えて、どこで会っても元気に挨拶をしてくれたり、頑張って日本語で話しかけてきてくれたり、どのスタッフの方も温かくて優しくて大好きになりました。帰る時はお別れが本当に悲しかったです。そんな気持ちにさせてくれるホテルは初めてでした。海も空も綺麗で、時間がゆったりと過ぎていく南国のバカンスで、まるで大都会にいるような洗練されたお料理と接客を享受できます。りくりくラグーンリゾートは日本人にとって良いと思う部分がたくさんありました。良いと思う部分がたくさんある中でも、特におすすめと言えることを3つお伝えします。1つ目は本当にお料理のレベルが高いこと、2つ目は成田からフィジーへの直行便が出ていること、3つ目は利用料にサービス料が含まれているのでチップが不要なこと。以上のことを含めて何もかもが素晴らしいので、日本人がとても快適に過ごせるリゾートだと思います。今回の動画がもしご参考になりましたら、チャンネル登録といいねをしていただけるととっても励みになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。